TT-02B ですが、厚木レジャーランドのジャンプでシャーシが底付きして大きい音を出していました。何が悪いのかがよくわからないので、とりあえずダンパーのメンテをしてみることにしました。ダンパーはスカスカでした。ダンパーシャフトは歪んでいました。樹脂タップの穴も変形して歪んでいました。CVA ダンパーセットを購入し、歪んだ部品を交換します。今回ダンパーオイルは硬い方が底付きしにくいかなと思い、深く考えずに800番を入れてみます。まあ硬すぎたらまた交換すればいいやくらいの軽い気持ちで入れてます。シャフトとダンパーオイルを交換すると気持ちよく動きます。スプリングは手持ちの中で一番硬い純正のギースプリングです。だいぶ粘るような感じにはなりました。果たしてこれで厚木レジャーランドでもジャンプで底付きしなくなるでしょうか。厚木レジャーランドで試走してみます。車高は30ミリくらいになっちゃいました。あまりにも高い気がするのですが、とりあえずこれで走ってみます。ジャンプ時の着地音はだいぶ小さくなったようです。底付きしているかどうかはよくわかりません。何気にジャンプ台が増えています。試しに手持ちの中で一番柔らかいスプリングに変えてみました。ギースプリングの時よりかなり腰が柔らかくなった気がします。こちらの方が着地時の安定性がいいような気がしました。しかし正直私はオフロードド素人なので、あまりよく分かってないところもあります。